というわけで、この浦島さんがいじめられてた僕を助けてくれたんです、乙姫様。そうですか、それはどうも。え、っていうか、なんで来たんですか？え、いや、亀がお礼にとか言って、あれ？お礼ですよね。俺、もしかして歓迎されてないんじゃ。そんな、まさか亀助けたぐらいで、そんな大歓迎ですよ。歓迎されてねえ。これ、フグ子、宴の用意を。はい。あ、その前にタオル貸してもらえませんか？海でずぶ濡れになっちゃってるよ。あ、フグ子、浦島さんにタオル、早く。はい、ただいま。今すげえ嫌な顔したな。歌や踊りを見ながら、竜宮料理を堪能してください。ご飯に魚に味噌汁じゃないか。ギリギリ客が怒り出さない程度のおもてなしだな。もしかして竜宮って貧しい国なの？いただきマサチューセッツ。魚はみ出てる！しかもビールついてる小皿を！ちょっと、乙姫さん。ちょっとあんまり人の食べ物をジロジロ見ないでください。いやらしい。お前の根性がいやらしいよ。明らかにでかいよその魚。フグ子、歌と踊りはどうなってるの？はい、今リュウグイチと評判のリュウグ歌劇団に電話を。え、あいたたた、何ですか乙姫様。痛い痛い。バカか、あんたお金かかるやろが。舐めとんのか、私のケチっぷりを舐めとんのか。とにかくもっと一番安いやつ呼べ。またひそひそ話がもろに聞こえる。じゃあ俺ももう帰ります。もう来ねえ。あ、帰ります。よっしゃ、亀に送らせますんで。今よっしゃって言ったな、つくしょ。